からお昼ご飯？よかったら一緒に食べない？いいよ。話しかけないで、くっつかないで、次は無視するからって言っていたあのしーちゃんが。嬉しいわ、しーちゃん。はいはい。どうせ断っても数日間は周りをうろうろされ一回くらい素直に付き合った方がいいよね。姉ちゃん、もっと離れて歩いて。そんな、せっかく一緒にお買い物しに来たのに。やっぱり私みたいなアイドルの妹だって知られるの迷惑？そうじゃなくて、距離が近くて歩きづらいから離れてって言ってるの。そういうことだったのね。あ、もう、だからなんで寄ってくるの。